双子塚古墳は、大阪府南河地軍大使町山田にある古墳。形状は双方墳。磯瀬古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。双子塚古墳から望む、山田高塚古墳大阪府南東部、二条山山六の磯瀬において、今後産地から伸びる、第一上級陵上に築造された古墳である。これまでに洞窟にあい、 噴球も中央部が大きく、土取りがなされているほか、戦後に噴球場、石室内の調査が、2016年度以降に噴球の発掘調査が実施されている。噴形は双方形という得意なもので、北東南西方向に一辺、約25メートルの方噴2基が並列して、連接される。噴球は3段畜生。各噴は一辺25メートルで、噴球全長は、 東西約66メートルを測る。噴球表面で吹き石。埴輪は認められないものの敷石が認められ、噴球周囲には、修行の掘作が認められる。主体部の埋葬施設は2基の横穴敷石室で、東西各噴球に、ほぼ同系同大の石も、各石室内部にはこれも、ほぼ同系同大の家型石棺が、各一基据えられ、その外石は、 縄掛け突起が大化しかまぼこ形をなす。異物のほとんどは失われており、はがま形か,かわらけ、小皿形か,かわらけ、鉄釘の湿度のみが知られる。この双子塚古墳は古墳時代終末期、飛鳥時代の7世紀後半頃の築造と推定される。双方墳という得意な景色は合奏が一般化する終末期当時の風習を受けて生み出されたと推測される。 被壮者は明らかでないが、第33代水古天皇、武田美子の真の合奏両母とする伝承がある。現合奏両母である山田高塚古墳とは似た様相であり、考古学的には、いずれが真両母であるか明らかでないものの、両古墳が当時の天皇両クラスの古墳であることは確かとされる。古墳域は1956年に国の史跡に指定されている。 古墳の規模は次の通り、墳丘は三段築成で、石室上の墳丘は、半築上の森土であるほか、墳丘三段目は急斜面で立ち上がるという、終末期特有の様相を示す。東西墳丘の築造に関しては、東墳丘の築造後に、西墳丘が築造されたとする説がある。また、東西墳丘間の中央部には高まりを伴う、東石室中央に、 栗抜き式形石管。主体部の埋葬施設は、横穴式石室2機で、東墳求、西墳求に、各一機が構築され、いずれも南西方向に開口する。それぞれの規模は次の通り。東石室、西石室とも、側石には霧石に近い程度の加工を施した石が用いられ、それを2.3段に積んで隙間に歴石,石が充填された上で、隙間。 面上に漆喰がまつされる。沿道は極めて短く、人頭台の歴石を積んで閉塞される。横穴式石室の小型化や石室内面の漆喰ま圧は古墳時代終末期の様相とされる。東西の各原質内には二条山業界岩性のくり抜き、敷気型石棺が各一基据えられている。石棺の規模は次の通り。石棺にきとも、 外石の縄掛け時は退化して描き、また、外石形状も退化して、かまぼこ形をなす。棺耳にはいずれも小口側に洞窟孔があり、館内部で異物は検出されていない。ありがとうございます。